スチームクソゲー。発掘したーい。レビューってなんだろう。今回ご紹介するゲームはほぼ好評。人生を変える体験との言葉も見られたんだけど、どんな人生を歩んできたんだろうね。きっとこんなクソゲーには出会わない人生だったんだろう。スチーム用ゲー発掘隊がまた遠のいてしまったね。レビューも信用できないんじゃ難しいよな。まんじゅうも歩けばクソゲーに当たるってくらい、クソゲーは多いのにね。さて、では早速見ていこう。今回ご紹介するのはこちら。コンクリートゲームズ制作の、ザ・マスター。例によってタイトル画面はないよ。起動時にオプションが出てくる仕様だな。プレイ中には変更できないんだと思う。で、画面がノイズっぽいが、これはフィルターのせいだと思う。別に無理やり引き伸ばしたとかではなく、実際こんな感じに映っているよ。見づらいよな。では早速やっていこうか。操作は FPS 系。ここでこのゲーム唯一のいいところのご紹介。地面を左クリックすると看板が立てられるよ。これはおそらく他のプレイヤーと共有されていると思う。攻略のヒントとかをメッセージで残せるね。V の方を押すと実行できるぜ。なんか似たようなシステムをどこかで見た気がするなぁ。そっちは名作だった気もするんだがな。この時点ではよくわかっていなかったので、とりあえずこの動画のタイトルを書いてみたよ。みんなも実際に購入して、これが他のプレイヤーと共有されているのか、教えてほしいぜ。で、肝心のゲーム内容なんだけど、ひたすら階段を登るゲームになっているよ。この空白の看板は最初よくわからなかった人のものだろうな。てっきり最初はチュートリアル代わりの、開発者からのメッセージだと思ったもんね。Cでダッシュできるみたいだな。馬鹿げたスピードって書かれていたね。最初このメッセージ群を見て、意味不明な看板が置かれているなと思っていたぜ。システムを理解していない人が残したものだろうね。この辺はチュートリアルくらい入れて欲しかったな。あ、もう一ついいところがあったね。動画にしたとき、死んだときの SE を入れる必要がないのは、編集者として助かるな。手間が省けるもんね。なんというか舞台は中国っぽいな。師匠的な仙人に会うために登っていってるんだろうね。まあ目的も何も明かされていないから、クリアした上での感想だけどな。頂上の誰かに会いに行くゲームだよ。これはインスタグラムをフォローしてってメッセージだろうな。最初開発者さんのかと思ったよ。で、これはドラだな。一応セーブポイントになっているよ。WTF ってのは、なんだこれって感じに訳せばいいだろうか。この看板を置けるシステムはいいんだけど、見事に景観を損なっているね。もっとそれっぽいグラにしたらよかったのに。基本道中にはイベントはないよ。看板と少しの隠し要素があるだけみたいだな。はっきり言って虚無だね。しかしデモンズソウルのシステムはよくできていたんだな。これは狛犬かな？とりあえずこの調子で頂上まで登っていくだけなので、面白いメッセージと目新しいもの以外はカットしていこう。コンセプトは面白いってさ。むしろコンセプトしかないよな。コンセプトをゲームにまで消化させていないもんね。コンセプトはいい。しかもコンセプトしかないってことは、神ゲーってことだな。ファックって書かれているね。その気持ちわかるぜ。クソみたいなゴミってさ。それもわかるぜ。リトアニアからこんにちは。リトアニアってのはバルト三国の一つだな。こんなとこにも被害者が。このゲームは短いってさ。というか、さっきからメッセージについてしか、語っていないよな。だってゲーム自体は虚無なんだもん。ほんと看板システムのおかげでまだプレイできるよな。ナイスポット。ナイスボートみたいに言うな。旅の終点が見えてきたね。そんないいもんじゃないけどな。この先に進めばゲームクリア。僕はここにいた。なんで買ってしまったんや。って、思ったんだけど、このフィルターって看板システムと相性悪いよな。せっかくの文字が読みにくいね。四角い炎ってメッセージも面白いのに、近づかないと読めないからな。どうしてこのゲームを買ってしまったんだって、後悔しているね。まあ、気持ちはわかるぜ。この看板システムだけは面白いね。いろんな人の嘆きを見られるのは面白いな。で、奥まで行くと、なんか変なおっさんがいます。なんで両手を広げているの？誰が引いてるんだろうね。私たちはドン引きだけどな。
評価してくれって書いてあるから、迷わず星1を選ばせてもらったよ。これで終了。最近紹介しているゲームのように、このゲームにもエンディングはないよ。なんかますます質が下がっていっている気がする。己スチームダイレクト。最後に隠し要素の一部をご紹介。この下になんか足場があるので降りてみよう。降りたところで何もないんだがな。もしかしたら見つけられていないだけかもしれない。ここ何もないからなってさ。クソゲーハンターって本当にいるんだね。初めて見たぜ。あの空中に看板が置いてあるところ、ここには見えない足場があるよ。しかし先に進もうにも本当に見えなくて、どうしようもなかったぜ。看板を置いて足場を確認しようとしたんだけど、どうも置けないみたいなんだよね。フォーラムの方に写真が上がっていたので、気になる人は見てみてね。それか実際に購入してプレイしてみよう。さて、早漏行こうか。では早漏やっていこう。前回までのグラフが、こんな感じになったぜ。良かったところといえば看板システム。これのおかげで他の犠牲者、物好きの存在を知れたし、ゲーム自体は楽しくないのに、楽しくプレイできたぜ。しかしそれにしても虚無すぎる内容、見づらい画面、その他の部分はまさにクソ。看板システムのおかげでクソゲー動画を見ているように、広い心を持ってプレイできるのは、なかなか新鮮な経験だったぜ。みんなもプレイしてバリ雑言を書き込んでみてね。それはダメだけど、レビューが好評なのはどうしてなんだろうな。皮肉っぽいコメントもあったから、なんとも言えないけど、ほとんどは見るに値しないレビューだったね。やっぱりゲームは実際にプレイしないとな。みんなもぜひ購入してみてね。では今回はここまで。